こっち。黄色いお花さん、赤いお花さん、
白いお花さん。どうか友達が見つかりますように。ここから出ちゃったんだ。気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。片付ける。刺激しない方がいい。仕上げだ。
け。早く助けてあげないと。行くぞ。やっ！
い、行け、ここで仕掛ける。消えろ、まだ強いすぎる。何とかしなきゃ。まずは回復、そっちは大丈夫。倒れるわけには。なんだ、やっ、やっ、まだ。解放する。小林の手、え、嘘嘘、まだ余裕、力出ないな。
運を恨め。俺の仕事私の仕事もあるでしょ。
違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。ありがとう。今度。うん、そうする。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから。大丈夫、大丈夫だから。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえばリユニオン。恐れることはない。セフィロスを知ってるか。英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡。ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。実は私、この星の人間ではないの。もしかして神話に出てくるあの、あれ、次のセリフなんだっけ。捕まんないよ。父さんがあの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。
クラウド、何でも屋の仕事する、見回りをしてると仕事になり、私や仕事中だ、掛け持ち、いろいろ情報を集めるから時々声をかけて。あ、モーグリがいる、僕が見えるの、ここモーグリのお店に、モーグリモグの森の妖精も、その通り、僕たちモーグリ、俺にそれは、商品はみんながモーグリメダルと交換する、クポ、まずは会員になってほしい。モーグリメダル、モグヤはもちろん、みんモグの物語と同じだ。なんでもや、ああ次、どう、やけに張り切る、そりゃそう、でも遊びじゃない、ち、え、え、だから張り切るよね、確かにそういうやつもいる、私そういうやつ、よろしくね。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって、気合いの入る、アバランチなんて怖くないわ、あ、エアリス、どう、お花なかなか、うん、でしょ、そういえばさっきほら黒いスーツの怖い感じの、お、いいな、今は何でもや、はい、見回りに出た子供たちが帰って、見回りってハウスの子、ええ、寄付のそのあたりで見ませんでしたか、はあ、私夜探してくる手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。花のいい匂いってのは心の栄養になるんだぜ、体の栄養になるもん、シーツよ、もう食べることばっかり、この前だと子供いし、ビッグ兄ちゃんがくれたもん、これが見てる、あ、それマコールが壊す、本当かな、その前に心配することがあるだろう、フォリア先生との約束、私帰るね、見回りのちょ、いつもより待って、よく見てるね、あ、勉強する約束、ハウスに帰らないと、幽霊が出るんだって、新製品の、エアリス、何か頼むな、その通り、他に使えそう、おいしい仕事だった、じいちゃんのマコール話が止まんねえんだ、見回りのちょ、うん、今日はごめん、頑張って、これくらいだって、フォリア先生、ごめんなさい、
番組では戦闘によるエアリス、この男は誰だ。クラウドさん、自分はすごい気合いだ。非常時です。ハウスにも先生の、その先生がうっかりであります。ハウスに帰還するであります。やばいぞ、これ何か起こるぞ。シンラの兵器に襲われたんだ。奴ら裏通りの方へ。だから腕の引き受けよう。助けてくれるか。奴ら侵入者あり。くれぐれも気をつけてな。考えすぎか。どうなった。引っ越してきたはいいけど、列車はまだ止まってたか。ウォールマーケットで針金全部使っちまったよ。今日もう休んだ。列車は当分動かん。やっぱりスラムは慣れないな。あまり前に出ると。じゃあ後ろから。砕けろ。初めてのスラム。ワクワク。点検あのね。はい。ディミンたちの間では魔法炉爆破の黒幕とされるウータイへの反感が。うわ、びっくり。見回りの調査。いろいろ観察。お店開くの。うん。先生たち。ない。うわ、勉強の時間。これで全員だね。ハウスに戻ろう。うん、武器が欲しいのか。天気予報を目視しますが、スラムの街の中ではどんよりとした森からの楽しみ。まあいいかな。
おかげさまでは。なんとかし、ガマ王秘密基地、すっごくきょ、ソルジャーさん。ああ。お金の時計だ。他の大人に知らず。あそこは足りない分。どうしてもダメなら。サンギルでどうだ。秘密基地のガマ王隊。やったー。ご武運を祈るであります。もし覚えれば。早く読みにならないと。どうだ、一番街、一番街、五番街の進むぞ。俺の仕事だ。私の仕事もあるでしょ。そりゃ震えろ。寝床で仕掛ける。沈め。やっ、隙を使う。行け。あまり前に出るな。じゃ後ろから。覚悟はいいか。スクどうってことない。やるしかないか。進むぞ。砕け。
作戦を変える。まずは回復。ああやったこれでありがとう。はい、遊ぶ時間今日中にや。我慢王退治、さすがそうは夢のたあの子たちがそれでもそういう気持ち他人の私からすごい先輩のうん、お用事用事っていうかありがとうございなんだろうね。興味ないね。秘密基地を守ってくれ。お礼に特別にあもう一度秘密基地に行ってみてよ。チョコボの香りだよ。
マコール見に行きたかったのに。あ、何します？すぐ済む。協力すればいいでしょ。私の出番。どう？やっ。そりゃ。Thank you.
突破する。うん、行かなきゃ。続け。当たれ。負けてはいない。ここは任せる。というわけには。
俺の仕事も私の仕事もあるでしょ。それは狙うぞ。じゃあ終わりだ。今だ。スラムが一番マコールの燃え方モンスター警戒異常なし爆破予告すごかったな。炎上するな。あんた、ソルジャー？あんた、金貸してくれたりする？いい武器だな。
列車はまだ止まってたか。自警団の興味今日はもう休みだな。列車は当分動かず。引っ越してきたはいいけど、考えすぎか。エアリス、まだ点検は。じいちゃんのマコード話が止まんねえんだ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出を。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。最近扉が洗濯用洗剤大量入荷。高値で買うよ。じゃあ対戦かな。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス。クラウドのおかげ。そうだ、何でも屋を探してるって。来てくれて嬉しい。
一番たく本当は覚悟はいい。揺さぶっていく。仕上げだ。決める。突き崩す。これだ。消え失せろ。私たち、ああ楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声、そこは任せる。いいけど、それもそうだ。そうだよ、私の報酬高いから。どう俺ある。
点検。この先が五番街スラム。このまま戦争になっちゃう。違いが。やっぱりスラムは慣れないな。いい武器だな。ウォールマーケットで信者軍はアバランチをまだ使う。もう一度でもよ、たまにモンスターが入り込んだ。アバランチのやつらスラム好きなんて俺って変か。サングラスがまたいいぜ。秘伝の甘辛ソースだよ。砂糖たっぷり、油たっぷり、ハイカロリー。当然の結果だ。ごめん、急いでるの。引けよ。消えろ。先に手を。ここまで。助ける。いいとこ見せない。やっ、うわっ、行くよ。よいしょっと。
集中していく。覚悟はいいか。よし。クレオロ。当たれ。気をつく。これ。切り替えよう。行きつけ。聞いたぞ。マコーロのロボット奴ら、ま、ああ自分のしていること、いやそんなこと、はいはい、これからも何も、まあ、おあんたを見込んで武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。墓地にやどうだろう。安くはないぞ。ありがとう。モンスターの墓地の鍵ってモグヤのとこで砂浜まで爆破されないわよ。アバランチのマトロを待ってる人を助け回ってるやつがいる。自宅である。何でもや。総活躍。ひょっとして噂の何でも屋さんですか。ああ自分は活力新聞、とんでもスラムの醜い現実目指すべき民で、スラムエンジェルはご存知です。主にシンラカンパニーの関係者によく有名だよ。スラムエンジェルでも泥棒、私はいや、おまけに私そこで何でも屋さんに診察してほしい。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね。この人はミレイユさん、こっちはクラウド。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの今は活力心。詳しいな。あいつの依頼は関係。おやおや、ちょうどいい。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あのみんないい子なんだが。どうでした、ミレイユさん。はミレイユさん、自分もしつこく食い下がったんですが、どうやって口を。なーに、どうしよう。気が変わらないうちに教えてください。新情報って、それとも残した。いいえ、アジト。裏道を進んだ先にある物見の高台。物見の高台ですね。けど別の。え、かなり手ごわい。いや、ならうってつけがいるじゃないか。ねえ、なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。俺もくれ。さあ、トラは。ごきげんよう。待ち伏せ。エアリス、
これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔王の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする。事実確認、上長に報告。クラウド、行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。覚悟はいい。暴力反対。下がって。相棒の借り返させて。やってみろ。お任せあれ。ソルジャーか。クラスファースト。さあ、頑張ろう。やっ、よっと。眠っててくれ。おっ、どうとする。引けろ。キルを。やっ、やっ、やっ、しっ、いけ。どうか。何？私の出番。まだ余裕。おっ、おりゃ、届け。どう？下がっていろ。これだ。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。まだいる？仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。私に任せて。せそうか。ああ、順調だ。集中力が削るうちに役立たずのだ。Thank you.
よい。はいはい。相棒の借り返させてもらう。やってみろ。そっちは大丈夫？ここからだと頼む。私の出番。引き寄せ。クラスファースト。これか。
それ、お任せあれ。動けるうちに。任せるね。あっち行って。決める。飛んでけ。やって。丸いな。私の出番。やっ。さあ、頑張ろう。行けそうかな。のとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった。そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。
かいところまでよくできとる。また世話になっちまったな。先生はだから奥さんのは、ああ女房のこんなよ、そう思っもう自力、そんな墓地の鍵だ。だがあんたが買い報酬として5000金か。お前さんの助けはもう借りない。鍵を、ああ嘆かわしい。これが真羅のよ。あんたいい腕なんだって。大事に使ってやってくれ。マコーロを狙うなんて卑怯よ。困ってる人を助け回ってる奴がいるらしいぞ。
点検運転エース80番台のネジだな。今ならいい。あんた何でも嫌だろ。進むぞ。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。しびれる。隙をつく。集中していく。切り取れ。引き裂く。覚悟はいいか。Fuck!
ください。頼める？狙って。これだ。今だ。やった。やってやる。貧しき人々へ。スラムエンジェル。他には何もなさそうだ。戻って終了。横町に、大発見。おや、この顔しつこきおびき出して少々痛い目。しかし次スラム悪かった。情報通、まあまあ、これに懲りず。スラムエンジェル、待ってました。ドンは大物だ。ちょっと、その報酬を取り、ほら、なに、遠慮はいらない。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろ。そんな時間か。クラウド、報酬がお試し期。さあ帰ろ。やっぱり来る？花と話して、というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様。嘘、何も聞こえない。でもね、ううん、何でもない。どうせ信じないからだろうな。一応聞こう。本当？あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも
何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。
どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ。行くのかい？七番街へ行くには六番街を抜ければいいのさ。途中に危ないところもあるけど。元な。あの子にはもう関わらないで。わかった。ありがとう。何でもやか。まあ見てけよ。またな。つもりだ。待ち伏せ。どうして。もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で大ごとにはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。
6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう、だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。消え失せろ。あまり前に出るな。じゃあ後ろから連携しよう。お任せあれ。
たせしました。やったね。ああ、あれ、うん、よし、この調子で頑張ろう。待て、起こしちゃった。よし、やっ、あ、よし、あ、それ集中していた。おい、よし、じゃあ、それ、ここは任せろ。こういうわけには。よかった。はい、やっ、やっ、アームで、あのコンテナ。すごい、クラウド。もしかしてアーム担当だった？はい。え？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。クラウド、いいよ。
やったね。ということは降りられるはずだ。知らないよ。やっ、来ないで。お願い。わかった。
誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それにおい見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだバカ。お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ。のえぇ、弁償ってのはそのあれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。あー信じらんねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。
はしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作。
ち。7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は多分知ってる。
大丈夫？綺麗。え？瞳。ああ、魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。ここ。うん？ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？いや。もしかして、寂しくなった？行く？ああ。はいよ。ティファ。クラウド、よかった、無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。ボルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。急いで追いかけよう。
いらっしゃい、チョコボ。そのチョコボ車に。ああ客じゃないなら帰ってくれ。こっちは暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか。何騒いでやがる。なん、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子探してるんだけど。ん、探してどうするつもりだ。もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。ん、兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ、特徴は。特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか。そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ。あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか。おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。